動画に無駄夢中、要するに痛め装置方向性探しの指導中。はい、禁煙です。こちらの公園では禁煙です。あのですね、せっかく桜の光景を皆さんに見せようと思って外で撮影したんですけど、音声がうまく撮れてなかったんで、こうやってアテレコしてるっていうことです。まあ要するに何が言いたいかっていうと、先ほどお見せした光景はですね、プラハの路面電車の車窓、それとカレル橋、これ後ほどご説明しますが、カレル橋で夜市民が踊っている様子、これをお見せしました。写真しかないと思っていたところ、探したら動画もあったのでお見せしましたが、どうでしたでしょうか。それではお写真どうぞ。はい、これはもう次の日かな。うん、これちょっと曇ってますね。これは何らかの博物館ですかね。うん、あ、これは確か有名な書物の間みたいなのだったと思います。うん、天井が高いですね。本当に豪華な作りですよね。天井も高いですし、天井にはこれもまたきらびやかに、それでいておそらくディテールは非常に細かく描かれた絵が天井にあしらってありますね。まあ、一つ疑問なのは、こう人間の高さはこれくらいで、一方でこう書物はかなり高いところまで並べてありますけれども、上の方はどうやって取るんですかね。うん、まあ、あ、はしごがありますね。こうやって取るんですね。うん、解決しました。うん、これはすごいステンドグラスが綺麗ですが、どこか大きな教会に入ったようですね。うん、いやー綺麗ですね。こういう教会に行くとですね、私いつもこういう座るところに座って、ちょっと物思いにふけるというか、まあ物思いにふけることもありますし、ガイドブックを開いて次はどう回ろうかってこう思考を巡らせたりするんですけど、この教会のちょっとこうひんやりした空気の中、一人座るっていうのは結構好きですね。あ、綺麗ですね、ステンドグラスが。ちょっと恥ずかしいんで飛ばします。これも撮ってもらったんでしょう。なんか寝起きみたいな顔立ちじゃないですか。あ、これはですね、カレル橋のところですね。うん、橋のところにこう、なんていうんでしょう、こう定期的に銅像が置いてあって、ちょっと見えなくなっちゃいますね。こう奥の方に行ってもこう置いてあるんですよ。で、一つ一つにどうやら意味があった風に記憶しております。うん、で、これ橋のところにある塔ですね。これ確か上に登りました。うん、これは登ったのか、登ってないですね。これ橋から見える光景ですね。はい、うん、あ、登りきりました橋を。これは、あ、これは橋の塔を登ってるところですね。そう、これ上から見るとこういう感じ。そう、綺麗でしょ。そう、で、先ほど申し上げたように、ほら、定期的に銅像が並んでいますよね。で、この橋を渡って奥の方に行くと、こうやってプラハ城、お城がありますと。で、先ほどご紹介した塔っていうのはここですね。なんで、この塔の上からこのプラハの市街地、街並みを眺めると、先ほどみたいなお写真になるっていうことです。あ、これいいですね。情報量というか、こうプラハの街について、こう先ほど私が見てきたところが詰まってるような写真ですね。うん、これお城の反対側の街並みですね。確か有名な時計台があったと思うんですけど、これなのかな。これはカレル4世だったかな。
はい、ボヘミア王、チェコの王様の銅像だったと思います。私の記憶が正しければ、まあ、当時のチェコの王様っていうのは、オーストリア、いわゆる神聖ローマ帝国ですかね、そこの皇帝も兼任していたというふうに記憶しておりますが、正しい情報は字幕で載せます。うん、なんで南京錠がこの柵のところにかけられているんでしょうね。これも何らか理由があったと思います。何かのおまじないというか、迷信というか、言い伝えがあるんでしょう。だんだん曇ってきていますね。ほら、先ほどから、プラハの写真をこうずっとお伝えしてきていますが、なんか面白いですね。お伝えしてきていますが、ほら、どこ見てもこういう古い街並みがずっと続いてるんです。これ、そういったところをピックアップして写真を撮っているわけじゃなくて、本当にどこ行ってもこういう感じなんで、どこでスナップを撮っても絵になるっていうのはまさにこういうことなんですね。あ、これは日本国大使館。あ、そうそう、街中にあったんですけど、この日本の大使館もね、この古い建物を間借りしてあって、こんな趣のある日本の大使館ってねえ、いいなーって思いましたね。うん、外交官になってチェコに赴任できたら、こういうところで働けるんですね。あ、これはね、プラハの春の時かな、まあ昔はですね、チェコスロバキアといって、隣国のスロバキアと同じ国だったんですね、チェコっていうのは。で、まあその際に、まあ、言論統制とか、まあ要するにちょっと自由が制限されたっていう期間がありまして、でその際に現地の、まあ、若者ですかねが、まあ、自らの思いをこう色とりどりに描いたというか、まあ、落書きしたようなところがありまして、これも一つの、まあ、今はチェコっていうのはですね、まあ、スロバキアと分離して、あとはまあ、なんていうんでしょう、民主化というんですかね、今はもう自由で開かれたところになっていますが、まあ、当時はそうではなくて、でその若者が思いを貫いたこういった壁っていうのがあるんですが、まあ一つの観光名所になっていますね。まあ歴史ですよね。こういうのもね、やっぱり今を生きる人間として、まあ昔どういったことがあったのかっていうのは、まあ、知っておくべきだと思いますし、まあ、旅行っていうのを通じてですね、まあそういうのを知ることができるっていうのもまた一つ趣があるというか、いいことですよね。これは公園に行ったんですかね。はいはいはい。おお、またビール飲んでますね。そう、結構ね、こうやって踊ってましたね、公園で。これはね、確かこの後に行くブダペストでも夜にこういった光景ってのありました。ヨーロッパに行くと時々見られますね、公園でこうやって情熱的に踊っているのが。あの、香港に数年前に行った時もこういった光景を見ました。いいですね。あら、ビール持って写真撮ってもらってますが、これも笑えておりません。いや、笑えてないな。笑顔の練習した方がいいですね。お、日が沈んだ。これ多分もう9時半とか10時近い頃ですよね。その頃になってやっとこれだけ暗いっていうのが向こうの夏の夜ですね。はいはいはい。これ夜も綺麗ですよね。川面に映えるのも綺麗ですね。あ、はいはいはい。
ですね、夜も基本的に白熱灯みたいなもので照らしていることが多くて、こういった形で、うん、一体感があってすごい綺麗ですね。あ、これは綺麗だな。あ、綺麗ですね。あ、綺麗ですね。これはもう橋と、それとプラハ城と、それが夜の明かりに照らされた。うん、綺麗だな。これは私が泊まった部屋ですかね。多分これもうプラハ最終日で、これから電車に乗ってウィーンに行く前とかでしょうね。あの、俺こんな部屋泊まったんやっていうのを写真にこういうこと写真に収めて、まあ、なんか誰かとどうやら電話してるみたいですね。うん、誰なんでしょう。私旅行に行くと結構友人に電話をかけたがりますね。あの、一人で行くので、その旅行先でのこう喜びとか発見とかでもこう共有したいんですよ、誰かに。でもできないんで、あの、友達との LINE とかもツイッターやんないんですけども、ツイッターみたいに今何があった何があったってザーって送っちゃうタイプの人間です。まあ結局そういった旅の楽しみっていうのを誰かと共有したいって思いはあるんですよね。はい、これはプラハ駅の中ですね。こうやって電光掲示板があって行き先が並んでいるっていうのはバンコク共通なんだと思います。うん、いろいろ書いてありますね。ディパーチャーでウィーンに行くのはどれなんですかね。グラーツ、うん、どれに乗ったのかな。あ、電車ですね。あ、グラーツ行きに乗ったんですね。グラーツっていうのは、確かオーストリアの町ですよね。まあなんでそのグラーツ行きの電車の途中で降りてミュンヘンじゃなくて、ごめんなさい、ウィーンに行ったってことですね。はい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 。おー、そう、綺麗なんですよ、電車に乗っても非常に。うん、緑がねやっぱり映えますよね、ヨーロッパっていうのは。あのですね、ヨーロッパの電車の旅あるあるなんですけど、いつ国境をまたいだのってのが全然わかんないんですよ。あの、パスポートチェックとかもないですしね。あの、時々国境であのパスポートチェックというか、その印鑑を押すのないんですよ、ハンコ、スタンプを押すっていうのは。あの、よく、ね、外国行くと、あの、空港のところでスタンプをポンって押してもらう、まあ、要は国境を越えるときに押してもらうっていうようなイメージがありますけど、まあ、EU のこのシェンゲン圏内、EU とスイスとかですね、そういうシェンゲン圏内では、あの、そういったパスポートチェックがないので、こうスタンプを押してもらうってことはないんですけど、まあ、時々国境近くになると、まあ、警察の人が来て身分証明書を出せっていうのでこうパスポートを出したりすることはありますね。まあ、だから絶対にこうすぐに出せるようにしておいた方がいいとは思います。まあ、ただスタンプを押してもらうってことはありません。ではウィーン編はまた別にお伝えするということで、じゃあね。紹介したような神社とお寺、貼り付けるのはニテラ、帽子はいつもニュエラ、家具を買うのはイケア、壁の扱いは欲しけら、ステーキはミディアムレア、ご覧の通り中身ペラペラだけど今後に期待チェケラ。